皆さんこんにちは、こんばんは、準急です。今回は近鉄南大阪線、優等列車なのに待避線に優先する光景が見られる駅2線をお送りします。一般的には急行などの優等列車が各駅停車などを追い抜いたりする場合、各駅停車は待避線に入り、優等列車は本線を通過していくのですが、近鉄南大阪線には反対に各駅停車が本線に入り、優等列車が待避線を通過していく光景が見られる駅が2駅あります。今回はその2駅の光景を見ながら、どうしてこの光景が見られるのかまでお話ししたいと思います。それでは今回も最後までよろしくお願いいたします。近鉄南大阪線の優等列車が待避線に入る駅、1つ目は藤井寺駅。こちらの大阪阿倍野橋方面ホームでこの現象が見られます。それがこちら。通過します。危険ですから黄色の電池ブロックまでお下がりください。本当なら温泉を通過していくようなものですが、確かに待避線に当たる4番乗り場を通過していきました。そして本線に当たる3番乗り場には確かに各駅停車が。一体どうしてこうなるのか。そこにはこの駅の廃線が関係していました。藤井寺駅を発着する列車のうち、各駅停車は1時間に6本、そのうち藤井寺駅始発の列車は4本から6本あるのですが、その列車が藤井寺駅に到着後どのような動きをするのか、実際に見てみましょう。藤井寺止まりの電車は1番乗り場に到着し、その後大阪阿倍野橋寄りにある引き上げ線に移動。そして大阪阿倍野橋方面のホームへ。待避線である4番乗り場に行かない。お分かりいただけましたでしょうか。引き上げ線から大阪阿倍野橋方面のホームに移動するとき、待避線の方まで線路を引っ張ることができなかったため、3番乗り場に各駅停車、4番乗り場に優等列車、そういった構造を見ることができるというわけなんです。ちなみにごく稀に各駅停車が4番乗り場、通過電車が3番乗り場という光景が見られますが、この各駅停車、実は古市駅が始発。藤井寺より東の駅が始発ならば、藤井寺駅は待避線に入ることができ、優等列車は本線にあたる3番乗り場を通過することができるということなんです。藤井寺駅始発の各駅停車で見られるこの光景、皆さんもぜひご覧になってはいかがでしょうか。近鉄南大阪線の優等列車が待避線に入る駅、もう一駅は奈良県葛城市にある釈戸駅。この駅ではこんな光景が。まずは古市行き各駅停車が本線にあたる3番乗り場に、大阪阿倍野橋行き急行が待避線にあたる4番乗り場に入るという具合です。さらに別の時間で見ると、大阪阿倍野橋行き準急が本線にあたる3番乗り場に、
そして大阪阿部の橋行き特急が4番乗り場に入るという具合です。一体どうしてこうなるのでしょうか。その鍵を握るのが五線線。それぞれの列車の入線風景、さらに時間を巻き戻してみると、まずは A パターン。4番乗り場に五瀬線から来た尺度止まりの列車が到着。そしてその直後、本線にあたる3番乗り場に古市行きの各駅停車が入るという具合。この時点で4番乗り場に列車がいないので少し分かりにくいかもしれませんが、直前まで4番乗り場に列車がいるという状況なので、極力待たずに入線するため、そのまま3番乗り場に入るという方式をとっています。その結果、空いている4番乗り場に急行が入る、そんな列車の動きになっていました。続いて B パターンも見てみましょう。4番乗り場に五瀬線から来た尺度止まりの列車が到着。そしてその直後、本線にあたる3番乗り場に大阪阿部の橋行きの準急が入るという具合。こちらはすごく分かりやすいですね。3番乗り場の列車到着時点でまだ五瀬線からの列車が4番乗り場に残っている。そのため極力待たずに入線できるように、そのまま3番乗り場に入るという方式なんです。その結果、空いている4番乗り場に特急が入る、そんな列車の動きになっていました。いずれにせよ、五瀬線の列車が4番乗り場に残っている、もしくは残っている可能性がある場合には、橿原神宮前から先に到着する各駅停車および準急は3番乗り場に入線。結果、五瀬線の列車が引き上げ線に入った後、4番乗り場に急行および特急が入線するという列車の動きになっているというわけです。他にもありそうな気がしますが、今回はここまで。いかがだったでしょうか。ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。他にも近鉄を中心に動画を作っていますので、もっと見たいという方もぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。またこのチャンネルでやってほしい企画や乗ってほしい列車、降りてほしい駅などのリクエストなどもありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。